皆さん、こんにちは。アフタービートミュージックスクールギター科講師の滝沢でございます。意外なことに、この僕のチャンネル、アフタービートギターチャンネルの動画をご覧いただいている方の中で、まだギターを持ってない、触ったことがない、弾いたことがないという方、結構多いみたいなんですよ。僕もかなりそれは意外なんですけれども、今回はですね、そんな方に向けて、ギターの面白さとか魅力とか、単純に僕がなんでギターが好きなのかとか、まあ、そんな話をつらつらさせていただこうかなと思います。題して、ギターが欲しくなる動画といいましょうか、とでも言いましょうか。まあ、そんな感じでギターの魅力をですね、バンバンバンバッと語ってみたく思います。で、この動画を見るにあたってですね、気をつけていただきたいことが一つだけあります。それは、まだギターを持ったことがない、触ったことがない、まだ持ってない、買ってないという方に向けた気をつけていただきたいことなんですけれども、この動画を見るとですね、普通にギターが欲しくなると思います。動画を見終わった後、そのままね、楽器屋さんにダッシュしてしまってもおかしくないぐらいギターが欲しくなると思うので、受験とか、なんかそういった感じで学業のこととか、もしくはその家庭のこと、単純にお金がない、そういった理由でギターに興味はあるけれども、今買うと非常にまずいという方はですね、見ない方が良いと思います。見ない方が良いと思いますという言い方もあれですけれども、まあ、ちょっと再生ボタンを押してこのページを離れた方が良いかと思います。ちょっとね、その学業のこと、家庭のこと、その経済状況、そういうものが落ち着いてから、もう一回この動画を見ていただけると良いかなと思います。本当、普通に動画を見終わったら、ギターが欲しくなると思うので、今買ったら非常にまずいという方は、気をつけてください。そんな感じです。それでは、なんかそう考えるとあれですね、すごい危ない危険な動画みたいな感じですね。大丈夫でしょうか。まあ、大丈夫でしょう。じゃあ、危険な話をスタートしてみます。危ない話をスタートしてみましょう。危ない話いきます。まず、今回はアコギを使ってその魅力をいろいろ語っていきたいなと思うんですけれども、僕が思うに、その一番すごいところとしては、やっぱりこの、機敏性といいますか、手軽さですよね。例えば、ピアノを持ち運ぼうと思うと、一人では絶対に無理だし、電子ピアノなんかに関しても10キロとかは、ね、結構ざらにありますし、軽くても5キロとか、そういった電子ピアノなんですけれども、その点、ね、ギターなんてもとも2キロとか、そのぐらい、アコギだったら2キロないかもしれませんね。で、まあ、サイズはそこそこあると、別に、ね、1人の人間が、大人が持って歩くには全然不自由しないような大きさですし、たまに邪魔くさいときありますけれども、そういった意味でもこの気軽さは非常に特筆すべきところかなと思います。で、この弦が6本あるがゆえに、和音とかも、ね、気軽に出すことができるわけですよ。例えばですよ、バイオリンなんかと比べたりとかすると、向こう側は弦4本で、なおかつあんまりこう和音とか出すのに長けてない楽器なので、基本的には単音を弾くことになるわけですよ。で、単音を弾くということは、基本的には伴奏、バッキングが必要になるんですよね。もちろん、バイオリン1本の単音で素晴らしい演奏をする方はたくさんいらっしゃいますし、そういう音源というか、そういう曲もたくさんあるんですけれども、基本的にはやっぱり他の演奏者が一緒にいて成り立つというスタイルが多いかと思います。ところがどっこい、アコギに関しては1人で大体完結するんですよ。どこに持っていくに関してもすごい気軽に持っていけて、なおかつたくさん音が出せるから、1人で完結することもできると。こんなバランスの取れた楽器はないと思うんですよね。どうでしょうか、そんな魅力、この気軽さ。ベースとかね、太い4本弦の、ベースギターってやつですね。ベースなんかに関しても、和音出せなくはないんですけど、基本的にはやっぱり単音楽器って感じですし、やっぱ和音を出して、そのバッキングを安定させるというか、安定させるというか、なんかそういうのがまずギターの醍醐味かなと思います。で、弦が6本あるので、最初はすごい大変なんですよ。けど、大げさではなく、ゼロからギターを始めました。今日からギターを始めました。その日からめっちゃ練習すれば、1ヶ月くらいでこのぐらいは弾けるようになります。大げさではなく。ちょっとやってみますと。こんなの。まあ、ちょっとパッと聞いた感じ、そんな面白くなさそうに聞こえるかもしれないんですけれども、これが自分の手から鳴っていると。ちょっと想像してみていただいていいですか。今までは人が演奏しているのとか、なんかテレビで誰かが演奏しているのとか、もしくはその動画の中で僕が演奏しているのとか、誰かが弾いているのを聴いている一方だったと思うんですけれども、自分の手からこの音が
出てきたら超やべえと思いません？超やべえ、超やべえですよ。ここから出てきてるんですよ。自分が、しかも自分が弾いてるんですよ。自分が演奏してるんですよ。こんな音が出てきたらやべえと思うと思うんですよ。単純に1個コードを覚えて、その押さえ方をね、ちょっとこう気をつけて、で、あ、こんな感じかなっていう感じで、で、右手で和音を出したとき、もうこの時点で結構感動する人が多いんですよね。おお、なんかすげえ、俺の手元から、なんかふくよかな音が鳴っているみたいな感じで、でもこれは割と大げさではなくて、本当に、そういうふうに感動する方結構多いです。で、1ヶ月ぐらい練習すれば、今みたいな感じで、まあ、このぐらいのコードチェンジだったら、1ヶ月ぐらい頑張ればなんとかなるかなと思います。もちろんその人によってはその習得具合が違うので、2ヶ月、3ヶ月かかっちゃうかもしれませんけれども、1月、2月、3月くらい頑張って練習をすれば、途中でめげなければ、挫折しなければ、ちゃんと続ければ、このぐらいは絶対に弾けるようになります。僕も結構いろんなその生徒さんといいますか、そのゼロから始める方を見てきてですね、最初、大丈夫かな、ちゃんと弾けるようになるかなって、すごい心配する方も実は多いんですけれども、なんだかんだで、ね、続けていると、いや、うまくなったなって、なんかこうね、しんみりするときも多々あるので、もうその辺はもう断言させていただきます。早い、遅いはあれども、もう何歳でも大丈夫です。小学生でもいいし、中学生でもいいし、高校生、大学生、社会人、30代、40代、もしくは50代 の、 その定年退職された方、たくさんの方いらっしゃいますけれども、1ヶ月、2ヶ月、3ヶ月、そのぐらい頑張って練習し続ければ、普通のこのぐらいのコードチェンジは絶対できるようになります。で、その自分の手元からね、その綺麗な、ふくよかな、和音とかでできたら、すごい感動すると思いますし、絶対にやべえなっていう感情を抱くと思います。で、もしそのコード進行とかコードチェンジとかが慣れてきたならば、弾き語りとかしてみてもすごく面白いですよね。バイオリンとかで弾き語り、あるかもしれないんですけども、あんまり聞いたことがないですし、ピアノで弾き語り、それはそれで素晴らしいですけれども、やっぱりその機敏性というか、どっかに持っていくことがなかなか難しい。で、ベースで弾き語りもなくはないですけども、やっぱりギターの弾き語りってなると、やっぱり一番バランスがいいですね。バランスが良い。まあ、悪く言えばね、その、誰でもやっているというか、まあ、すごい平坦というか平凡ですけれども、まあ、それだけ完成されたスタイルというふうに解釈していただけると良いかなと思います。自分の手元からそんなコードの、ね、音がバーッとして、なんかこう自分の好きな曲をね、なんかほにゃほにゃと歌ったりとかすると、もうそれはだ、すごい達成感といいますか、絶対面白いというか、絶対感動すると思うんですよ。なんでもいいんですけども、なんかほにゃん、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 なんていう感じでね、その歌ったりとかするとすごい面白いですよ。で、そのギターのね、機敏性というか、その手軽さゆえに、家の中で練習しているのが騒音とかの問題で厳しいという方になりましたら、夜練習するときは車の中で練習するという方はすごく多いですし、お昼とかね、天気の良い日は公園で練習するとかという方もすごく多いです。何かスタジオとか借りてもいいんですけれども、一番また多いのが、一番という方はありか、またすごく多いのが、一人でカラオケに行ってそこで練習をするという方、何気に結構多いんですが、そういう感じにどこでも持ち運べるというのは、やっぱりこう、ね、外せない、絶対にこれはもう、ね、特筆すべきステータスだなと思います。ケースに入れてもどこでも、もうエブリウェアです。もうどこに行っても演奏することができる。まあ、その騒音的にクリアできる場所だったら、どこでも演奏することができる。この手軽さはやっぱり魅力ですね。で、またそれがすごく上手くなってくると、右手のストローク、この右手の、こうなんていうんですか、リズムですね、ストロークというのは、この弦をかき鳴らすリズムだったりとか、手順だったりとか、そういうのをこうたくさん覚えてきたりとかすると、ギター1本だけでもたくさんの変化をつけることができると。例えば、でも別に今そんな難しいことをしているわけでもなくて、これまた本当1年ぐらい頑張って練習すれば絶対に習得できるような
結構シンプル、結構基本的な動作だったりします。こんなのがね、自分の手元から鳴っていると、ちょっと想像してみてください。やばくないですか？やばくないですか？で、この、なんだろうな、ピアノとかと比べると、なんかごめんなさい、さっきからピアノと比べまくってますけど、別にピアノが嫌いなわけじゃないですよ。単純にわかりやすいかなと思うからピアノの話がたくさん出てくるわけであって、別にピアノを憎んでいるわけではないので、その辺は誤解しないでください。ちょっとまたピアノと比べて、話をしてみます。ピアノの場合はその音域がすごく広いんですよ。低い音も出るし、高い音も出るし、そして同時に出せる和音としても、もうね、自分が押せる限りという感じなので、ほぼ無限です。でもその点、ギターを見てみると、ギターの場合は一番低い音はそんなに低くないし、一番高い音もそんなに高くない。その音域自体が結構狭いですよね。狭いです。なので、その音域の自由度で言ったらピアノの方が全然上で、なんか横に自由度が高いって感じですかね。低い音もたくさん出るし、高い音もたくさん出ると。で、ギターの場合は、なんかイメージとしてはこの辺、こんくらいしか出ないです。なので、横の自由度としては全然高くない。出せる和音数も弦が6本なので、6個までしか音が出せないですし、実際にその6個音を出せる場面というのもなかなかないので、まあ、実際はその3本とか4本とか5本とか、そのぐらいの本数で弾いていくわけなんですが、そういった意味では全然自由度は高くないです。でも、何が面白いかというと、ギターの場合は、イメージとしてこう縦に自由度が高いんですよ。縦に自由度が高い。どういうことかわかりますでしょうか。例えばその、そうだな、ピアノでミの音を弾いてみたとしますよね。ミの音。ピアノでミの音を強く弾けばもちろん強いミが出て、弱くミを弾けば弱いミが出てくるという感じで、その強弱 の、そのメリハリはつけることができます。でも、ピアノの場合は基本的に弦を直接触らないので、強く弾くか弱く弾くかでしか表情をつけることができないんですよ。一つの弦を取ってもその強く弾くか中くらいなのか、それとも弱いのか、本当に相当なのか、そんな感じで強弱による弦の表現力しか出すことができないです。ところがどっこい、ギターの場合はですね、直接弦を触るわけです。なので、その強弱はもちろん、どこで弾くのかとか、例えば爪で弾くのか、ぷよぷよしているお肉の部分で弾くのか、で、この場所によっても、端っこで弾くのか、で、真ん中で弾くのか、こんな感じで、同じミの音でも、たくさんのいろんなミの音が出せるわけですね。ここがミの音だとしたら、ピアノの場合はなんかこのぐらいです。ちょっとしか出せないです。でも、ギターの場合はもっといろんなミが出せるんです。たくさんのミ。一番わかりやすいのはあれですね。ミの音でも、なんかこういうバチンバチンって引っ張ったような、こういう音。なんかちょっとこの弾けるような音ですか。こういう表現はピアノでは絶対にできないような面白い、興味深い要素だと思います。同じ身でもいろんな身を出すことができると。こんな感じで、横に対してはそんなに自由度は正直高くないんですけれども、縦に対してのこの自由度が半端なくて、ここがまたすごく面白いんですよ。ピックを使うのか、指を使うのか、それとも爪を使うのか、お肉を使うのか、どこで弾くのか、もうそれによっても全然表情が変わりますし、例えば今弾いた。こういうシンプルなストロークのパターンとかでも、真ん中ら辺でそーっと弾けば。なんていう表現もできるわけです。これはもう直接弦を触ってるからこそできる表現力という感じですね。まあ、ピアノの場合でも直接、ね、こう弦を触って、鍵盤をバーッと弾いて直接弦を触るような特殊奏法はあるんですけれども、基本的には弦は触らないじゃないですか。でもギターの場合は弦をベタ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 と触りまくると。まあ、これは良い面もあって、悪い面としては、ちゃんと押さえないと音が出ない。というのが、まあ、デメリットという感じですね。ピアノの場合はその鍵盤さえ押せれば、ちゃんと綺麗な音は誰でも出せるんですけれども、ギターの場合は左手がちゃんと押さえてないと、どうしても音がきれいに出ない。
うまくできればこういうドの音がするはずでもこういう音になってしまったりとか、これはまあ直接弦を触っているからこその難しさであり、デメリットでもあるんですけれども、まあ、それを補ってあまりあるほどの表現力を出すことができると。これはまたすごいギターの特筆すべきポイントかなと思います。で、ピアノなんかとまた比べると、ごめんなさい、別にまたあれですよ。別にピアノが嫌いなわけじゃないですよ。この直接弦を触って、こういうパーカッシブな音も出すことができるわけですよ。これができるとまた面白い。例えば、普通にこうストロークをするだけだったら、こんな感じですけれども、指で弾くこととか、こう叩くことを覚えたりとかすると、みたいな感じでこうパーカッシブな音を出すことができるわけですよ。なんかそのタンバリンとかカホンとか、なんかそういった感じ このパーカッションの要素を付け加えることができるということですね。で、さらにもっと上手くなってくると、ベースの要素も組み込むことができると。ベースというのは太い弦が4本張ってある、このブン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 って単音で出す楽器のことです。例えば、ギターでベースの要素を。こんな感じだったとするじゃないですか。で、これ、ベースの要素とギターの要素を合体させたりとかすると、またすごく面白い。こんな感じで、ちょっとなんかキュッ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 うるさくて、あまりうまく弾けなかったですけれども。そのパーカッシブな要素とかベースの要素、そしてこのギターの要素を組み合わせて、で、さらにこれなんかね、歌とか歌っちゃったりとかしたら、もう最強だなんて思いませんか。しかも、どこに運ぶこともできると、どこでも演奏することができる。そんな感じでございます。とりあえずまとめますと、どこでも持っていけるという要素、そしてこの縦の表現力、この2つがもうギターの最大の僕の中での魅力という感じでございます。さらにこれが上手くなってくるとね、そのピアノみたいに伴奏を弾きながら、なんていう感じで、その伴奏を弾きながらメロディを弾いたりとかもできるようになるんですけれども、これはちょっと難しいんですが、この辺までできるようになると、まあ面白い。まあ面白い。もうどこ行ってもね、ギターを弾くことができるし、まあ面白い。という感じでございます。どうでしょうか。とりあえず、まだギターを触ったことがない方に向けて、一つ言っておきたいのは、そんな簡単ではないです。例えば、さっき僕はこのぐらいだったらすぐできますよなんて言ってたような、このコードのストロークなんかに関しても、1時間とか2時間とか1日2日とか、そんなすぐにできるものではないです。少なくとも1週間くらいは、全然できねえ、指痛いし、なんか右手もうまくいかねえし、なんか余計な音が出てくるし、ノイズばっかりだし、全然和音きれいじゃねえし、もう嫌になってきたななんていうときが絶対に来るんですよ。で、それが早い人だったら1週間くらいで解決しますし、遅い人だったら3ヶ月くらいかかってしまうかもわからないです。そんな感じで、その何かしらの苦労は絶対にあるんですけれども、その苦労を乗り越えた先の素晴らしさといいますか、魅力といいますか、面白さといいますか、それはもう計り知れないものがありますので、ぜひともですね、簡単じゃないけれども、簡単じゃないけれども、簡単じゃないけれども、その魅力をですね、気づいていただけるとすごく嬉しいなという感じです。まあ、練習をして、努力をして、習得をして、その時の達成感といったら、まあという感じですよ。まあ、面白い。まあ、楽しい。で、まあ、そのね、わからないことがあったら、その僕のビデオがたくさん、YouTube 上にたくさんありますので、とりあえずギター買ってみたら、初めてのアコーギっていう、
動画を見てみてもいいですし、なんとなくエレキギターに興味が出てきたら、初めてのエレキギターという動画を見てみてもいいですし、スラム奏法とかそういった難しいことにチャレンジしてみてもいいですし、滝沢ギター検定みたいなね、ああいう検定企画ものにちょっとこう手を出してみるのもいいと思いますし、探せば僕のチャンネルの中でもすごいたくさんのコンテンツがあるし、練習材料とかそのヒントとかもたくさん転がっているので、ぜひそういうのをですね、もうたくさん活用して、ギターの魅力に気づいていただけると嬉しいなという感じでございます。どうでしょうか。ギターって面白そうだなって思っていただけましたかね。そんな感じで、ひたすら僕がペラペラペラと喋るだけでしたけれども、ギターの魅力としては、まだまだ、まだまだ語れることがあるんですけれども、とりあえずこの辺にしておきます。もし何か機会があれば、続きを作ってみたいと思いますけれども、多分どうだろうな。まあ、要望があったら考えてみます。そんな感じで、ギターって楽しいぜという動画でございました。またどこかでお会いいたしましょう。それでは、さようなら。